今回は肩上の顎下ショートボブでも綺麗にアップする方法をご紹介いたします。表参道の夏夜ヘアスタイリストの田野が解説いたします。髪がまだ短いからといってアップスタイル諦めていないですか？顎下のショートボブの方でもこれぐらいすっきりアップスタイルが楽しめますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。まずヘアアレンジの鉄則になります。短めの髪の方はあらかじめスタイリング剤をいつもよりもしっかりめにつけておいてください。そうすることで髪が崩れづらくなります。こめかみから上下を分け取っていってください。髪がこのモデルさんよりさらに短い方はサイド部分を入れず襟足の部分だけで結ぶのも OK です。この下の部分を逆リンパしていきます。長さが足りない方はただ結ぶだけでも OK です。肝心なところが取れていなくてすみません。逆リンパはクルリンパの逆でポニーテールの毛先を下から上に通した状態のことを言います。逆リンパをしたらこの上の部分をポニーテールにしていきます。トップの部分を細く細かく引き出して立体感を出していってください。続いて結んでいるゴムの位置を少し下にずらしていきましょう。毛先を内側に折って入れ込みます。そうすることで毛先が内側にきれいに隠れてしまいます。ここの部分を大きめなクリップで結び目を隠してしまいましょう。これでアップスタイルが完成です。短めなショートボブの方でも襟足がポロポロなりづらく綺麗にまとめることができるので、皆さんぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。